それではですね、今シーズン発売になるヒバラマックスシリーズ延長アダプターヒバラマックス5本針6本針あと下針あとヒバラマックス P2 色展開あと可変ソケット2色展開このようなラインナップになってます。ヒバラマックスっていうこのネーミングについてなんですが、まあヒバラっていうとワカサギ釣りの、まあ、聖地と言われるようなまあ、結構難しいテクニカルなフィールドっていう印象になるんですけど、まあ、釣り人がいっぱいいて、まあ、ある程度ワカサギが擦れてるっていうそういう中で人より多く釣ろうっていうことになるとやっぱり道具の選択が重要になってきます。でまあ一通りこうあるんでこれを一個ずつ説明して、まあ、解説したいなと思います。新しくなったヒバラマックス P ですね。まず一番の特徴はしなやかであること。なんでしなやかだといいのっていうのは、まあ、こういう電動リールのスプールですね。こういう小径スプールに巻いた時に針があるとワッと膨らんでバックラッシュを結構起こしやすくなるんですね。でそれで釣りのテンポが崩れるんで極力そういうのがない方が、まあ、リズムよく釣りに集中できるそういうことから、まあ、しなやかにしました。それ以外の特徴は水切りがいいんですね。このラインは、水切りがいいと巻いてる時に電動リールにこう水が結構巻き上がってこの辺濡れることが多いんですけどこのラインはそういうのが軽減されてます。で、まあ、強度もすごい強いんで、実際自分がまあボートなんかでやった時に、でかい、まあ、スモールマウスだったり、トラウトだったり、まあ、かかっちゃうことが結構あるんですけど、今まで切れたことってのはないですね。まあ、ちょっと上級者、慣れてるよって方は、0.175 で、まあ、初級者、中級者の方は 0.25 と、まあ、一番無難な号数ですかね、 0.25 っていうのは一番使いやすいんで、まあ、初めて使うよって方は 0.25 をおすすめします。それとですね、色の使い分けについてなんですが、まあ、ライトブルーとマゼンタ、まあ、2色展開あるんですけど、自分の場合は、まあ、この青の電動リールに、まあ、ライトブルーでアルミのスプールですね、まあ、こういった、まあ、使い方、まあ、非常にこう統一感があるっていうか、まあ、映えるんですね。で、まあ、赤の電動とかだったら、まあ、マゼンタとか、まあ、その使う人の好みによって、まあ、合わせてもらうと、まあ、ラインの色もカスタム的な、まあ、要素として考えてるんで、まあ、隣とね、こう結構接してるんで差をつけるじゃないですけど、ちょっとこの2色自分好みで使ってもらえると非常に映えると思うんで、ぜひ試してみてください。はい、ヒバラマックスシリーズの最大の特徴は、まあ、軽さにあるんですね。で、まあ、ここにあるように穂先、可変ソケット、延長アダプターこれをトータルで使っていかに軽くできるかっていうのが、まあ、実調において大事になってきます。で、まあ、それをそれぞれちょっと説明しながら解説していきたいと思います。はい、まずはヒバラマックス可変ソケットから説明したいと思います。とりあえず従来品の重量を測ってみると10グラムですね。でヒバラマックス可変5グラム台、まあ、大体半分近く軽量化されています。でまあ、カラーラインナップは
レッドとパープル2色展開で、ネジとかですね、従来品は真鍮を使って、まあ、既製品を使ってたんですけど、今回完全にオリジナルでジュラルミンになってます。でもネジ自体も軽くなって、ウイングもクロームメッキで、持っただけでも全然軽いですね。で次はヒバラマックス延長アダプターですね。穂先延長アダプター 90mm、70mm、50mm と、まあ、3種類あるんですけども、とりあえず 50mm の従来品の重量ですね、 2.4g ちょっとあります。でヒバラマックス穂先延長アダプター 50mm、1.2g ですね。これも相当軽いです。で、まあ、3種類あるんですけど、まあ、一番人気なのが 50mm ですかね。この長さ、これが桧原湖で館氷上でスタンダードな長さだと思います。で 70mm、まあ、これはボートだったり館だったり、まあ、される方で、まあ、1本で済ませたいよって方はこの中間の長さ、まあ、これがおすすめになってます。この90ミリですね、これはボートだったり野尻湖の館だったり、まあ、そういうところで使うのにおすすめな長さになってます。で使い分けの最大のコツは釣り座に見合った長さってことなんですけども、釣り座が狭いのに無理に長いのを使えばやっぱり使いづらいと思うんですね。でそこで自分の行ってる館だったり、まあ、氷上の釣り座だったり、それに見合った長さに合わせてもらうってのが一番重要になってきます。であとはワカサギのサイズに合わせるってのが重要なんですね。で大きいワカサギにこの 90mm とか、まあ、ボートは別なんですけど使うとめちゃくちゃ抵抗が大きいので、できれば大きいワカサギだったら、まあ、短めの方が使いやすい。で逆に東西魚の本当ついてるかついてないか微妙な重さをより感じたいって方は 90mm、 これを使うとより手感がアップして使いやすくなります。ヒバラマックスシリーズですね、まあトータル的に、まあ、軽くなってるっていうのが、まあ、先ほども言った通りなんですけども、まあ実調においてこの軽さがどうなのっていう人も多いと思うんですね。でたかだかそんな何グラム変わったからどうなのっていう人もいるかもしれないんですけども、ワカサギの世界で1グラムっていうのはもう相当な違いになります。まあ東西魚とかもう1グラムとか、まあ、大きいのでも2グラムぐらいとかですかね、まあ、よっぽどでかいのは別ですけど、その1匹の重さをまあ電動リールを通して感じるっていうのは結構大変なんですね。全体的に重いと。それがこのヒバラマックスシリーズを使うことによって大幅に軽量化できるってことは、その搭載魚の1匹の重さがダイレクトに感じ取れるっていう、そこが最大の売りなんですね。でそのわずか数グラムの差が分かるようになれば、無駄に唐揚げして落とす、その1日やっててかなりの数あると思うんですけど、それがなくなればその分超過として現れるんで、この軽さを生かした、まあ、数釣りをですね、皆さんに体験していただけたらなと思います。ヒバラマックス6本針、5本針、下針について、説明します。まずこの
使用しているラインですね、ステルスイエローラインっていうものをまあ採用したんですけど、なぜこれを採用したか、まあ例え話だと、まあ、海の深いところが青く見えるっていう、まあ、そういう理論でいくと、桧原湖ですね、まあ、溶存物質だったりプランクトンだったり浮遊してる湖なんで、まあ、黄色とか緑の波長がより深くまで吸収されずに届くような、まあ、水質になってるんですね。まあ、ワカサギからしたら黄色い世界が広がってて、そこにステルスイエローラインが入ってくると、まあ、要は魚からぼやけて見づらいっていう、そういうラインになるんですね。で、まあ、その黄色いラインだから目立たないイコール、まあ、警戒しにくいっていうことで、その餌に集中して、まあ、警戒なく食ってくるっていう、そういうものを狙って採用してます。テーパー構造にした理由なんですけども、発想はフライラインだったんですよね、最初は。で、まあ、小さいフライを遠くへ飛ばすっていう、でまあ伝達度がすごいっていう、なんとなくそんなイメージでワカサギに生かせないかなっていうことで、まあ、試作して作ったんですけども、まあ、実際にその今までにない誘いですね、まあ、簡単に言ったら別の仕掛けが2個こうつながってるようなもんなんで、今までにない動きが出るっていうのは、まあ、これは当たり前なんですけど、それと伝達度ですね、当たりの、これが下の細い柔らかいラインから上の太い硬いラインにこう伝達する、それで穂先に当たりを出すっていう、そういう設計なんで、今までの仕掛けに比べて非常に当たりの出方がシャープになってます。桧原マックス6本針5本針、まあ、それぞれの特徴を説明したいと思います。まず6本針ですね、これはオールラウンドに使えるように一応設計したんですけども、まあ、解禁初期表情、まあ、ボートなんかですね、まあ、状況問わず使えるように設計してます。で、6本針には赤金玉っていう、まあ、赤にゴールドが入ったようなちょっとハイアピールのカラーを採用してるんですけど、これが、まあ、シーズン初期から、まあ、ターンオーバーを濁った時非常に効果的でよく釣れる玉になってます。で、桧原マックス5本針は底釣りに特化して一応設計してあります。底釣りに特化っていうことは、まあ、桧原で言ったら12月中旬以降ですかね、ターンオーバーが収束してワカサギがそこに固まり出した時以降、あと表情に非常に効果を発揮する設計になってます。で、こちらはミルキーピンク玉っていう、まあ、紫外線を反射するような玉を採用してるんですけど、まあ、その理由としては、まあ、表情なんかだと、まあ、氷で覆われるんで、まあ、光はあんまり届きにくいっていう状況で、紫外線になったら、まあ、透過して入っていくっていう、その中で目立たせるっていうことでミルキーピンク玉を採用してます。で、これに合わせてですね、下張りですね、赤金玉とミルキーピンク玉、まあ、2色展開でサイズも1号から 0.5 号まであるんで、それぞれ組み合わせて試してみてください。桧原マックスの、まあ、使い分けですね、この号数による使い分けなんですけども、まあ、オールラウンドタイプ6本針は、まあ、1号、08、0.5 号って、まあ、3種類あるんですけど、だいたい桧原はもう1号以下が主力なんですね。で、まあ、ここ最近搭載魚なんかも非常に多いんで、まあ、0.5 号っていうサイズ、あとやっぱり食いしぶった時はやっぱ軽い針の方が吸い込みいいんで、やっぱどうしても小さくなる傾向にあります。で、その中でも 0.8 号っていうのは、まあ
0.55 だと小さすぎるけど1号だと大きいよっていう人向けにちょっとオールラウンドタイプは 0.85 を追加してラインナップにしてます。で5本針は、まあ、1号と 0.55 ですね。基本1号を使って、まあ、釣りしてもらえばいいんですけども、やはり氷上の、まあ、2月入ってくるとやっぱり渋くなる小さいっていう時にこの 0.5 号軽い針が非常に効果的なんで、まあ、普段はあんま使わないよって方もちょっと 0.5 号そういう時に試してもらえれば釣りやすくなるんで、ぜひ試してみてください。ヒバラマックス6本針5本針下針シリーズ、説明しましたけども、まあ、シーズン初期は6本針メインで、氷上になったら5本針メイン、それぞれ状況に合わせて使ってもらえれば超過伸ばせるはずだと思いますんで、ぜひ皆さん試してみてください。